竹島。左が女島、右が男島竹島問題外交交渉紙は、現在、韓国が実行支配している島根県沖郡群沖の島町竹島に関する日本、韓国、連合国の間で交わされた外交交渉を一時一級資料をもとにまとめたものである。なお、資料については、明らかに現在の竹島を指し示していると断定できるもの、第三者が、 検証可能なものを中心に一覧にし、領土問題に関する歴史的考察は当項目では扱わない。竹島の島根県編入の内務大臣訓令。1905年1月28日、日本は竹島を島根県を紀東町へ編入する閣議決定の上、内務大臣吉川健成が内務大臣訓令として告示を発布した。 国示は、一時一級資料としては、北緯37度9分30秒、統計131度55分にある無人島と、経営移動による位置が明示されたものである。また、当時の島根県知事、松永武義はこれを受けて、同年2月22日、島根県書11号を発し、県に編入した。なお、島根県制定の、竹島の日は、この、 島根県書11号を発した日にちなんでいる。戦前日本による実行支配の始まりである。これについては、島根県国事のみで国家として国際社会に伝わるような手続きをしていなかったことが問題視されることもある。しかし、その後40年間、どの国からも日本が実行支配を続けたことに対する抗議がなく、1945年まで、 他国から何らかの意思表示がないまま支配が続いていた。事実は重く見てよい。1945年8月、ポツダム宣言受諾とともに、日本は連合国の占領下に置かれた。また、占領時には、日本の統治は連合国軍、最高司令官総司令部による訓令の形で行われ、その訓令をスキャッピンと呼んだ。日本の領土は暫定的に、 ポツダム宣言第8条に定められた通り北海道、本州、四国、九州のほか連合国が定める、諸古島に限定されることとなり、最終決定はサンフランシスコ平和条約にて取り決めることとなった。1946年1月29日、GHQ はスキャッピン677を発令した。この訓令では、第三項で日本の漁獲水域の範囲から、 宇都領島、チェジュ島とともに竹島を外した。しかし、訓令の第六項では、この指令中の条項はいずれも、ポツダム宣言の第八条にある、小当初の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。とされている。同年6月22日には、スキャッピン1033が、 日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書として発令され、竹島の12海以内に近づいてはならないと訓令された。この海域の区分けは、スキャッピンを発した連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサー原水にちなんで、マッカーサーラインと呼ばれた。後に、李昌湾大統領は、SF 条約発行に伴うマッカーサーラインの、 廃止直前の1952年1月、これに代わるものとして、李承万ラインを一方的に宣言し、竹島を自国領土に取り込んだ。この宣言は、米国はじめとした各国から非難を浴びた。1947年からサンフランシスコ平和条約の起草が始まる。1947年3月19日の晩では、第4条で日本は韓国及び、 韓国沿岸部の島々の主権を放棄し、韓国に移常することになっているが、その島々に竹島も含まれると起草されている。1949年までに起草された条約案はすべてそのように記載されている。しかし、その後日本政府は竹島の領有権について、再考を求めるべく抗議を行った。日本の抗議を受けて、シーボルト中日政治顧問は、 竹島領有最高をバターワース国務次官補に勧告した。以降、条約草案では、津島、沖島と並んで竹島が日本の領土と明記されるようになった。津島、竹島、波浪島の領有権と韓国政府を第二次大戦の戦勝国の一国と認め、SF 条約の署名に参加させることを要求していた韓国へは、 米国側検討意見書として1951年5月9日に要求への回答が示された。韓国の両広氏3大使は1951年7月9日に米国ダレス国務長官顧問に呼ばれ、再度、韓国は戦勝国とは認められないと回答された。1951年7月19日韓国からの要望利消版政権は米国の意向に対して、 さらに同年7月19日に、両広さん大使の名で、ダレス国務長官顧問に要望書を提出し、会談を行った。この会談では韓国が、戦勝国として調印したいという要望はなくなったが、以下の3点の要望が行われた。竹島、波浪島を日本が放棄する領土に含めること。日本が、戦時中に、朝鮮半島に残してきた財産を韓国に移管すること。 SF 条約にマッカーサーラインは今後も有効であると明記すること。会談の内容は当時国務省北東アジア部朝鮮課長で会談に同席したアメリカの外交官アーサー・ビー・エモンズ3世のまとめたメモ・エモンズによる会談をがきにある通りである。その会談の中でダレスから津島の記載がなくなっているがと尋ねられた。両大使は書き忘れたと答えており、 また、ハロー島の位置を尋ねられると答えることができなかった。ダレスは、この要望に対して、それらの島が併合前に韓国の領土であったならば問題ないと回答している。また、漁業協定に対する要望は、日本、韓国の2国間で交渉すべきもの、とした。また、会談の中でダレスは、以下のように述べている。韓国大使が七月十八日の評論声明で、 使用した十分な信頼と信任により平和を愛する世界の国々との気候への日本人の受け入れに反対すると口にした警告の強い言葉に国務省は驚き大いに動転している。会談の中でも朝鮮人は日本人による差別に大いに苦しんだという表現を両大使は使い朝鮮は日本による被害を受けた被害者であるという立場を強調しているが上記声明は逆に 日本人を差別する内容であり、米国としては驚き多いに動転しているという異例の表明となった。1951年8月2日韓国からの要望7月19日に米国との会談で情報が得られなかった韓国は、同年8月2日に再度要望書をディーン・アチソン国務長官に提示した。今回の要望は7月19日付要望と同様に日本が 朝鮮半島に残した財産をすべて韓国に遺憾することマッカーサーラインを今後も有効とすること SF 条約で戦勝国が受けられる権益を韓国も受けられるようにすること当然のことながら米国は一貫して韓国が戦勝国の立場を取ることは一周しているしかし竹島波浪島の要望については米国内で再度確認を行い上記のように 数回の会談、調査を経て、アメリカ合衆国は、最終的な米国の見解を、国務次官補、ディーン・ラスクが1951年8月10日に、所管にて、竹島は、日本の領土であると回答した。ラスク国務次官補が回答した、翌月の9月8日に、正式に、日本国との平和条約が調印された。1951年9月8日に、 サンフランシスコ平和条約が調印された。日韓間の領土については、第2条日本国は、朝鮮の独立を承認して、チェジュ島、巨文島及び、移領島を含む朝鮮に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する。となっている。韓国は、マッカーサーラインが廃止されることに満足せず、1952年1月18日に、李正万ラインを宣言する。 マッカーサーラインそのものは元になったスキャッピン677及び1033に記載されている通り漁獲水域を限定しており領土の主権には影響しないものとされているにもかかわらず利昌番ラインは事実上領土主権の及ぶ範囲を規定したものでありこれに基づいて韓国は武力をもって日本漁船の打歩捕獲を始めるようになるアメリカの思惑としては竹島は 日本の領土として置きたいというのが本音であった。当時は朝鮮戦争の最中であり、竹島が韓国領ということになると、いつ北朝鮮の侵攻を受け占領されてしまうかもしれない。日本海に共産主義国の拠点を作らせるわけにはいかなかった。韓国による李承晩ラインの宣言に対し、日本はその10日後の1月28日、韓国に対して抗議を行い、 アメリカ政府も2月11日に抗議を表明したが、韓国政府はこれを無視した。当時は、日本はサンフランシスコ平和条約に調印はしていたが、施行はしていなかったため、事実上試験はまだ回復されていなかった。そのため、日本から韓国へ直接抗議を行うほかに、事実上、韓国がこの時期に強引にことを進めたのは、 SF 条約が発効してしまうと竹島が名実ともに日本領となってしまうことを恐れたためだとも言われる。前年調印された SF 条約は1952年4月28日から発効し、この時点をもって連合国による日本占領が解除され、日本の主権は回復された。竹島周辺は GHQ による占領当時から当時米軍の爆撃演習。 訓練水域であった。SF 条約施行後の1952年7月、米国より引き続き、竹島周辺を爆撃演習地として使いたい胸の打診を受けた日本、政府はそれを了承した。ヤング所管上機日本政府との合意に従って、米軍は竹島周辺で訓練を行っていたが、韓国は、富山米国講師ライトナーに、 韓国領土に対する爆撃をやめるように抗議を行った。ライトナー経由で韓国に抗議を受けた当時の米国国務省北東アジア部長ケネス・ヤングは1952年11月14日付で竹島を爆撃演習区域から除外するよう回答するとともにラスク書簡の再通知を行うとして正式に申し入れを行っている。しかし、 韓国政府はこれを無視した。第一大法丸事件とバーマスターを覚えがき、竹島問題がありうるべき、解決策韓国による日本漁船打砲の様子。竹島周辺は、アワビやワカメの豊穣な漁場であり、地元漁民の嘆願により、日本政府は1953年3月から、同地域を爆撃訓練区域から排除した。これを受けて、同区域で漁を営んでいた。 日本の漁船第一大砲丸が1953年2月4日に韓国軍によって銃撃され死傷者が出る事態に陥った。この時期、公海上で多くの日本漁船が武力により打破された。第一大砲丸事件以降、竹島問題は日韓の紛争の種になっており、その解決に向けて1953年7月22日、 米国国務省のレノア・バーマスターは、日本と大韓民国の間のリアンクール干渉紛争を解決する可能性のある方法と題するメモランダムを北東アジア部副部長ロバート・マクラーキンに向けて発した。その中で、バーマスターは、ラスク書館及びナンバーワン87文書を根拠に米国は、竹島の領有権は日本にある、と述べている。 同時に米国は日本からの要求がない限り、できるだけ中立の立場を取るべきとも述べている。日韓間の対立は、1954年6月の韓国中兵による実効支配が確立するまで続いた。バンフリート特命報告書と日本政府の対応朝鮮戦争が休戦した後、ドワイト・ディ・アイゼンハワー米国大統領の特命を受けて、 ジェームズ・バンフリート特命大使が極東アジアを歴訪し、米国が取るべき行動を進言した。この報告書の中で、竹島は日本の主権下に残すことを、米国は決定しており、もし不服があるなら、国際司法裁判所に付託するべき、と韓国側に進言したことを報告している。日本政府は一貫して平和主義路線を採用し、 1954年9月25日、韓国政府に対し、竹島問題を国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側はこれを拒否した。マッカーサー2世からの伝報、マッカーサー大使が本国に送った、機密伝文軍事占領主義的色彩の強かった、李承万体制が続く間、竹島問題は解決の糸口がつかめなかったが、1960年に、 李承晩が失脚した。当時中日アメリカ合衆国大使であったダグラス・マッカーサー2世は李承晩失脚時を韓国が正常な民主主義国家に戻る絶好のチャンスと捉え、本国にアメリカ政府は新しい韓国政府に圧力を加え、正常な状態に戻すべきと強く進言する伝文を発した。この中でマッカーサー大使は李承晩政権が武力を行使して、 日本の漁船、漁民を打破し、人質としていることを強く非難し、野蛮な人質外交と表現している。また、日本人は8年間の李承晩政権の擁護できない、占領主義手法で苦しんできたとも指摘している。その上で、日本と韓国が正常な関係に戻るためには、李承晩の残酷で野蛮な弾圧行為を受け苦しんだ、すべての日本人全員の人質を開発。 が必要だと進言している。特に竹島については、悩みの種で、この島が日本に返還されるまで日本と韓国の間に、恒久的な平和が築かれることはないだろう、と指摘している。1953年から1962年まで、日本と韓国政府の間には、前後4回にわたって、竹島領有に関する文書のやりとりがあった。 1> 第1回喧嘩往復日本政府は1953年7月13日の文書で竹島が日本の領土であることは国際法から見て何ら疑問の余地がないと述べている。そして近代国際法において国家が領土権を確立するためにはその地を領土となす国家の意思と友好的経営が必要とされるが日本政府は韓国併合に先立つ1905年の 島根県国寺により、竹島を島根県沖島市の所管に編入し、日本国民である中井洋三郎が日本政府の正式許可を得て、竹島に納屋を構え、そこに妊婦を移して、漁業経営に着手し、大戦発生直前まで友好的な経済活動がなされてきたのであって、この間、諸外国から竹島の日本貴族を問題とされたことは一切ないとの見解を伝えた。 それに対し韓国政府は1953年9月9日の文書において日本は戦線学説に基づき沖き通しに管轄下に置いたというが戦線の要件は対象が無種の地であることであり徳島は無種の地ではなかったと反駁しているさらに当時の日本は韓日仮条約と韓日協定を大韓帝国に押し付けていたこれにより日本は 韓国政府が日本人外交顧問を使用することを強制し、また戦略的検知から必要とあれば、韓国領土のどの部分をも占領することが可能だったのであり、1905年の島根県庁告示も当時の混乱に乗じてこっそりと行われたものであるとしている。当時の日本政府が正規の外交的手続きを通じて韓国政府に通告したとは認められず、また、 一地方政府の告示は、韓国の独島試験に影響を及ぼすものではないと主張し、さらに、独島が、移領島付属の島に他ならないこと、それを、韓国占領中の日本も認めており、このことは、海軍省が1933年に編纂した、朝鮮沿岸水路史第三巻の記載によっても証明されると付け加えた。第二回見解往復日本側は、 朝鮮沿岸水路市が竹島を移領島の付属島とみなしているという韓国政府の主張に対し、水路市は一般に使用者の便宜のために編纂されるものであって、島の貴族とは関係ない。竹島が移領島近海を航行する際に関係してくる島なので、朝鮮沿岸水路市第三巻に記したに過ぎず、竹島は同時に沖諸島を航行する際にも当然関係してくる。 島であるから、本州沿岸水路市、第2巻においては、オキレット及び、竹島として掲載している事実を指摘した。また、日韓議定書と第1次日韓協約については、外交顧問は、日本人ではなく、アメリカ人ダーハム、w ・ダブスティーブンスであったし、韓国領土の、どの部分も、占領可能ということについても、日露戦争に際して、 韓国領保全の目的を達成するために必要に、応じて、軍略上必要な地点を一時的に使用することを取り決めたものに過ぎず、竹島の領土編入とは無関係であると説明した。国際法上、領土取得の要件は、国家としての領有の意思と、その工事、適当な支配権力の確立であるが、開国以前の日本には、国際法の適用はなく、当時にあっては、 日本政府が日本の領土と考え、日本領として取り扱い、それに対して他の国が異議を唱えなければ、領有には十分であったと考えられるとし、地方庁による告示もまた当時の日本が戦線の際に観行した告示方法であって、国際法上の告示の要件を満たしていること、また、それは決して秘密裏に行われたものではなく、閣議決定に基づいて、 島根県知事から発せられたものであることを挙げて反論した。また、告示内容の外国への通告は大多数の学者は、領土取得の絶対要件とは見なしておらず、1928年のパルマス島事件や1931年のクリッパートン島事件の仲裁裁判においても、外国への通告は必要ないとの判決が出ている事実を紹介した。さらに、朝鮮では、 李氏朝鮮の建国当初より長年にわたって、移領島に対して空島政策が採用されていたのであり、移領島よりもさらに沖合の孤島である竹島にまで実質的な領土経営が伸びていたとは考えにくいと付け加えた。また、適当な支配権力の確立については、1905年の島根県知事の視察、1906年3月の県部長らの調査、 1905年5月の勧誘地としての土地台帳への記載、1905年4月の県令による足下料の許可制、同年6月5日の中いら4名に対する免許、免許者からの土地使用料を国庫納入、1940年の海軍財産への引き継ぎといった一連の事実は、いずれも日本が竹島に対し継続的に支配権を行使していたことを意味しており、 日本の竹島領有の要件は国際法においても完全に具備されていると主張した。それに対し韓国政府は朝鮮沿岸水路市には竹島の地勢や物産が詳細に記録しているのに対し本州沿岸水路市には竹島と名のみ知るしていることを指摘し、また米国人スティーブンスは韓国の外交権を剥奪するために日本の手先である彼を外交顧問として 雇いれるるよう強制ししたたのであると反駁した日本帝国主義者の侵略は韓国全土を対象としており、その占領のために行われたのであり、単に一時占領のためではなく、高級的足場の上で実施したのであると主張し、日本政府は閣議決定が戦線の条件の一つを占める領土取得の国会意思であるというが、徳島は韓国領土の一部なのであって、 戦線の対象にはなり得ないこと。また、島根県庁の告示は非常に恩密裏に行われたので外国は元より日本の一般国民でさえ、これを知り得なかったので一国の意思の公示とはみなし得ないことを強調した。また、測量や足下量は日本の侵略行為の一つであって、国際法上の領土支配権の継続的行使には当たらないとした。 日韓国交正常化と国際司法裁判所への提訴、竹島領有権問題に関して、これまで日本政府は4度国際司法裁判所への付託を韓国側に提案してきたが、いずれも韓国は拒否し続けている。日本側は終始対話路線を継続しており、また、決して竹島返還問題を日韓関係の中心課題にはしてこなかったと評価できる。 日本政府は1954年9月25日の外務省工場書において韓国に対し国際司法裁判所への付託を提案した。二国間の話し合いで解決できないのであれば公正な第三者の判断に委ねようとしたわけであるが韓国はこれを拒否した。日本による付託提案について韓国側は1954年10月28日の公文で 以下のように述べている。紛争を国際司法裁判所に付託するという日本政府の提案は司法的な仮想で虚偽の主張をするまた一つの区立てに過ぎない。韓国は徳島に対して初めから領土権を持っており、この権利に対する確認を国際司法裁判所に求めなければならない理由は認められない。いかなる紛争もありえないのに疑似領土紛争を作り上げるのは まさに日本である。しかし、紛争の損否は、第三者による客観的な判定、または当事者間の合意によって決定されるのであり、紛争当事国の一方が存在しないといえば紛争がなくなるわけではない。ICJ 判決でも、国際領土紛争の損否は客観的に判断されるべきことが確認されている。また、 1962年3月に行われた日韓外相会談の際にも第二次池田内閣の小坂善太郎外務大臣が ICJ 付託を提案したが韓国はこの提案も拒否した。さらに1962年11月に訪日した金正室中央情報部長に対して大平正義外相が竹島問題を ICJ に委ねることを提案したがこれも 韓国側から拒否された。なお、この時点では韓国は国際連合に加盟していなかったが、非加盟国でも国際司法裁判所に付託することは可能であった。日本側の対話路線は1965年の日韓国交正常化交渉においても引き継がれた。結局日本側は、紛争解決に関する交換公文を結び、ここで規定される、 外交交渉による決着がつかない場合、朝廷によって解決する対象として、竹島問題が存在するとの解釈を一方的に下すことによって、表面上は、領土問題を日韓基本条約の障害にならないよう配慮したのである。ロブゲンその後も、竹島の韓国の実効支配は続いているが、2003年に大統領となったロブゲンは、竹島問題を最大限、 対日カードとして利用する方針に立ったことから、竹島問題そのものが大きく動き始めることとなった。2004年1月、韓国政府は竹島をモチーフにした記念切手を発行し、これを機に本格的に韓国政府による竹島問題の政治利用が始まり、竹島への観光客の入島を許可するなど韓国の実行支配を強調するパフォーマンスが目立つようになった。 2006年海底地形の名称を登録する国際機関海底地形名称省委員会への竹島付近の海底部分の登録をめぐり日本の海上保安庁は実力による海底調査の実施を企画した。これは韓国国内で大騒ぎとなり韓国の海上保安庁との間で一触即発の危機を招いたが外交当局者の協議によって危機は回避された。 この件については、この時日本が戦う姿勢を見せたからこそ、韓国は話し合いを求めてきたという専門家の見解がある。毅然とした態度の結果、日本は初めて、竹島海域に調査員を入れることができたのであり、日本が卑屈な態度を取り続けていたら、決して実現できなかったのではないかという指摘である。2012年8月21日。 韓国の李昭弘大統領が竹島に上陸したことから、この事態を重く見た日本政府は50年ぶりに韓国に対し国際司法裁判所に合意付託すること及び日韓紛争解決交換公文に基づく調停を行う提案を持ちかけた。しかし、同月30日、韓国政府はこれに応じない胸を口上書で日本政府に回答した。 半世紀ぶりの ICJ 提訴も拒否されてしまったことから日本政府は今度は単独提訴も辞さずの構えを一旦は取った国際司法裁判所への付託は義務的管轄権がない紛争の当事国が拒否すれば裁判を行うことができない韓国はこの義務的管轄権を受諾しておらず韓国政府が付託に同意しない限り 竹島領有権紛争を ICJ で解決することはできない。しかし、裁判の手続きはできなくとも二託そのものは、当事国の一方のみでも可能であることから、この問題を世界に提起するという意味合いから、日本だけでも二託を行うべきだとの考えがある。すなわち、日本のみで提訴しても韓国が応じなければ、裁判にならないことは確かであっても、単独提訴となると、韓国側は、 提訴に応じない理由を説明する義務が生じるわけで、ある。日本は単独提訴に切り替え、2012年10月、単独提訴の方向で調整に入っており、韓国政府も ICJ に対する弁明書を提出する方向で報じられたが、やがてさたやみとなってしまった。単独提訴も辞さないといった以上は、そうすべきだったという意見は、専門家の中にも存在する。 これまで領土問題を ICJ で解決した事例は世界で16件に上っており日本政府は韓国に対し竹島の一方的な選挙を即刻やめて ICJ を間に入れた平和的な解決を行うよう韓国に対し要望している。またサンフランシスコ平和条約に署名した国々から一国ずつ合意を取り付け解決につなげるという方法もある。 ありがとうございます。